東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J1 でも通用した湘南スタイル j ン復帰初年度で 年間8位に入るなど上場のシーズンを送った湘南ベルマーレチョウ・キ監督の熱い指導のもと選手たちは1年を通して攻守に走り続けた一昨年の J2 で見せた強さがフロックでなかったことを証明してみせただが今期は厳しい戦いも予想されるキャプテンの長木亮太守護陣の秋元陽太 U23 と A 代表を掛け持ちする遠藤航が移籍し屋台骨が引き抜かれてしまった 大黒柱3人を欠く2016年湘南はどのようなシーズンを送るのだろうか出職だった長木秋元遠藤の働き90分足を止めることなく選手全員が走り抜くアグレッシブなサッカーで一昨年の J2 を圧倒的な強さで勝ち上がった湘南 J1 に住むことを目標に掲げた作機は積み重ねてきた湘南スタイルを前面に押し出し旋風を巻き起こした 年間順位8位は昇格初年度としては合格点であり、また、順位以上に、そのサッカーのインパクトで爪痕を残した。ボールを奪って攻撃に移行すると、選手たちは一気加勢に相手ゴール前へと走り出す。複数の選手がボールを追い越し、敵陣へと進行。分厚い攻撃を仕掛けていった。中でも、長木、秋元、遠藤は不可欠な存在だった。長は、 ボールのあるとところに必ずと言っていいほど顔を出し自陣、敵陣構わず出没した。途方もない運動量の中でもボールを扱う精度は落ちず、攻守において中心であり続けた。秋元の安定したセービングは、チームのピンチを何度も救った。ポジショニングがいいから、シュートを正面で受けることができ、また、驚異的な反応で難しいシュートも水際で防いでいた。 秋元の活躍で取った勝ち点は決して少なくないスリーバックの一角ながら木を見た攻撃参加でチャンスに絡んだ遠藤は日本代表の活動もある中で最後までチームを支えた本職の守備でも鋭い読みと球際の強さを発揮ディフェンダーとしては背の高い方ではないが空中戦でも頼もしさを感じさせた特定の選手に依存することのない長監督だがこの3人は替えがきかないもちろん それは3人とも毎試合高パフォーマンスを見せたからこそであり、さらに言えば練習中から常に100%の力を出し切っていたからだ。そうした彼らの姿勢が仲間を鼓舞し、体力的にしんどい時間帯でももう一歩を出させる一員となっていた戦術的な上積みが欲しい2016年その3人が今季、タクラブに新天地を求めた。 そエンドウは裏返いずれもリーグ優勝を狙う強豪であり選手としてのステップアップを考えれば新しい環境を求めるのもプロとして当然の姿勢だそして国内のビングクラブに選手たちが引き抜かれるということは湘南のサッカーがリスペクトされている証明でもある戦力ダウンは必死だが優秀な選手を育てたことはクラブとして誇るべき成果だ今期はこの3人の穴をいかに埋めるかが重要で クラブもそれぞれぞのポジションを補強しているまた90分足を止めないサッカーは昨季の J1 でも通用したが相手に先制されると勝ち星が遠のいており手堅く守ってワンチャンスをものにするようなスタイルも持っておきたいさらにボールを持たされる展開ではなかなかゴールまでたどり着けなかったのも事実で J1 に住み続けるためには戦術的なオプションを加えることも必要だ補強面と総合力それぞれの診断結果 補強診断 C 対談組の穴を迅速に埋めるゴールキーパーは松本山雅 FC から村山智彦センターバックに浦和レッズから岡本拓也そしてボランチにはバンフォーレ甲府から下田北東それぞれ補強移籍していった主力の穴埋めが期待されるいずれも核となるポジションのため新加入の3人は早くチームにフィットしなければならない高卒新人は1名で 東京ベルディユースから青森山田に移り、高校選手権でも活躍した神谷優太が入団した。総合力診断、李。張監督の残留で、チームの哲学は揺るまず。やはり、主力3人が抜けたダメージは大きい。ピッチ内のパフォーマンスだけでなく、チームの精神的支柱でもあった彼らの代わりが簡単に見つかるはずもない。それでも、培ってきたスタイルは成熟してきており、苦しい時に立ち戻る場所があるのは大きい。 退任の可能性もあった張監督が残留したこともプラス材料だ指揮官の指導力選手たちの実行力が表現されれば今期も J1 で堂々たる戦いを見せることも可能だろう